インドヨーロッパ語族における諸語派の主な統合戦。インドヨーロッパ語族の音韻法則では、インドヨーロッパ語族における音韻法則について記述する。インドヨーロッパ祖語が崩壊するにつれ、それぞれの娘言語の音韻法則によってその音韻体系は多分に分岐した。特筆すべきは、ルキの法則と関連付けられる、さて、無語派を生み出した公害化である。他には、 ゲルマン祖母における、クリムの法則やベルナーの法則、アルメニア語における、クリムの法則に類似した変化、ケルト祖母における、母イン直前の P、P マイナスの消失、インドイラン祖母のブルークマンの法則、バルトスラブ語派のウィンターの法則、ヒルトの法則、北部諸母における、優勢破裂音と有機破裂音や、A と O の融合、インドイラン諸母のバルトロマイの法則、 ゲルマンソ語のジーバースの法則などがある。また、唇口外音の心音への変化が、イタリック語派とケルト語派のいくつかの言語で共通して見られる。これらは、P ケルト語と Q ケルト語という区別を生み出した。同様に、P イタリア語と Q イタリア語に分かれたがこれらの用語の使用頻度は低い。その他、ギリシャ語、インドイラン書語、アルメニア語間で共通した、起こった、 音韻変化も多くあり、ギリシャ語とインドイラン諸語の間で起こったグラスマンの法則やギリシャ語における S から H への弱化がある。ありがとうございます。